おはようございます。おい、何だらっとしちゃって帰ってきたら急に。いや、ちょっと満腹で。満腹や。満腹やです。行きたい。どこ行ってきたの今日？ラーメン二郎、西大駅前店ですね。あら、二郎染め？二郎染め。あら、直径染めだね。あの、お帰りなさい。ただいま。うまかった。西大ってどこ？西大はね、白金高輪とか。なんで西大を二郎染めに選んだの？今日西大が新年初営業。ああ、そうなんだ。まだやってない二郎って。全然、ね、今日やってるところが確か京成大久保、西大、川越とで、あと歌舞伎町とか。ああ、うん、友達でめっちゃ西大好きなやつがいて、うん、そいつと一緒に。なるほど。2時間半並びです。マジ？やばくない？やばやばいよね。二郎で一番並んだかもしれない、もしかしたら。寒かったでしょ？いや、暑かったよ、逆に。やば。何もなくて屋根がなくて、いやいやいや、太陽さんさんだったから。いや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 、今日もちょっと暑かったね。アホだ。あとなぜか俺今日鳩の糞2回引っ掛けられたの。並んでる途中に。人生初だよ。いいね。それで鳩の糞2回引っ掛けられて。そんな暑い中鳩の糞も引っ掛けられて食った二郎どうでした？へえこれで成立しちゃうもんね。うまかったね。へえ、ね、まあそうだね。俺もずっと家にいたから。そっか。しかも、うん、振る舞い酒みたいな。お父さん、あら、新年最初に飲んでこう、その年の邪気を払おうみたいな、のがまあ無料で振る舞われてて。お父さんからの二郎。お父さんからの二郎。ああ、一番いいんじゃない？めっちゃうまかった。一番いい正月。今までで一番いいかもね。マジ一口目が超うまかったもん。ガッカってなって。一口目めちゃくちゃうまかった。いやー、うまかったのはちょっと伝わってきたわ。すごかったよ。後半ももちろんバランスのいいスープと、もう西大といえばのデロ麺。超デロ麺でバッチリうまかったっす。なるほど。ちょっと今度じゃあ連れてってもらいます。ああ、もうぜひぜひ、うん、行きましょう。今年のじゃあ二郎目標みたいなのある？俺、うん、月3は行きたいよね。それすげえな。36杯か。そうなると、あと今年こそ俺全店制覇したい。ああ、どこ行ってない？残りは仙台、新潟、うん、蒲田、うん、髪の毛店舗行ってない。うん、あと目白台俺移転してから行ってない。なるほど。仙台、新潟出張とか絡まって行けるかな。そうだね、新潟は行けるわ。あ、新潟行けるね。あれがあるから。6月ぐらい。仙台か。仙台すげえ並ぶらしいんだよね。じゃあ今年の二郎は多分こんな感じで。ブログとかをね。ちょっとね。ブログの方でするの。ブログの方でぜひお楽しみいただければと。うん。毎日ラーメン以外にも二郎を吸ってるする。はい。こんなになってしまいました。いやいや、全身映すなよ。意外となんかイベントとかで会うと。うん、全身見ると、すずるさん太ってますねみたいなのめっちゃ言われるから。これが、すずるです。下から見たすずる。どんなアングルなのそれ。ああ、いいね。いや、男2人やってんのやばいから。個室で。いいね。個室で男2人でやってんのやばいから、マジで。どう？緊張してる？はい。やめろやめろ。キモい、キモい。キモいよ。やめろやめろ。はい。さあ行こう。おい、これマジ邪魔だからな。これマジでやだわ。本棚を侵食されてってる、どんどん。侵食してないよ。いやいや、これとかも二郎だしょ。ああ、そうです、ね、セセルの二郎。いや、侵食されてんな。これ今年じゃあこの本棚がどっちの俺のものになるのか、セセルのものになるのか、おお、お楽しみに。じゃあ今年も二郎頑張ってください。頑張りまーす。二郎頑張ってください。二郎頑張ってください。